無安心歴史公園は大の歴史公園の一つ。世界で最も西にあるクメール遺跡、プラーサート品無安心を保護するために設置された。無安心は13世紀から14世紀頃にクメール王朝のジャヤーバルマン7世の地政に建設が考えられている。ジャヤーバルマン7世の息子であるビーラクマーン王子の非分内で23の地名が言及されておりその中に、 シュリーチャイアーシンハップラという名前が言及されているが、学会では、これと無安心を同一視する意見がある。無安心の中にはいくつかの建造物や城壁、有力者と見られる人物の墓と骨が見つかっている。ピマーイアンコール遺跡などと比較すると小規模であるが、クメール勢力の最生端を示す遺跡であり、 空営川流域において文明が存在していたことを示す重要な遺跡である。この遺跡がクメール人によっていつ見捨てられたのは定かではないが、スコータイ時代やアユタヤ時代の文献に無安心の名が登場していないことから、タイ族の南化に伴って見捨てられたと推測されている。建築はバイオン様式であり、遺跡はレンガで建設されている。 中央の城を取り囲む城壁の内北、東、西の城壁は直線であるが、南の城壁の未空へ川沿いに沿って建てられている。遺跡の中央には城があり、その北西部には作りかけの寺院が残っている。どれも損傷が激しい。ありがとうございます。